3月の寒い夜、ロンドン。コベントガーデンにあるロイヤルオペラハウスの外です。オペラが終わって、紳士淑女が出てきたところへ、大道芸人や花売り娘が商売をしようと集まってきています。下町なまり丸出しで、粗末な服装をした娘、イライザ・ドゥーリトルが花を売りつけようとしていると、物陰でその言葉をノートにメモしている男がいます。音声学者のヘンリー・ヒギンズです。彼は人々の話し方で、その人の生まれた場所を当てて、一緒にいる退役インド軍人のピッカリング大佐を驚かせます。そしてイギリス人は母国語を正しく話す訓練を受けていないと非難します。私なら6ヶ月もあればあの娘に正しい話し方を教え、公爵夫人として通用するように仕込んでみせますよと大佐に言って、大金をイライザの花かごに投げ込んでいきます。その大金を見て喜んだイライザは、暖かい春や愛を夢見て仲間と歌い踊ります。ここは薄汚い家に囲まれた居酒屋の前です。居酒屋からゴミ集めの仕事をしているアルフレッド・ドゥーリトルが叩き出されてきました。アルフレッドは全くの自由人で、勝手気ままに生きている男です。娘のイライザのわずかな稼ぎの上前を跳ねるのも平気です。今日はなんとイライザが銀貨をくれたので上機嫌で、神様はオイラに鉄の腕を下されたが、
運が良ければ働かなくても済む、と陽気に歌います。翌日、ヒギンズ教授とピッカリング大佐が書斎で録音を聞きながら、言葉についての専門的な話をしていると、精一杯おしゃれをしたイライザが、昨夜のヒギンズの言葉から、花屋に勤められるように上品な話し方教わりに来ました。あっけに取られて見ていたピッカリングとヒギンズは、6ヶ月で大使館の舞踏会に出せるようにできるかどうかの賭けをします。住み込みで勉強することに決まったイライザに、無体なことをしないよう警告するピッカリングに、ヒギンズはなぜ自分が独身でいるのかを説明します。自分は当たり前の穏やかで静かな人間だが、女が生活に入ると煩わしさが増えたり、イライラするのだよ。ヒギンズのもとでイライザは一日中アルファベットを繰り返し言わされ、厳しい訓練が続いていました。うんざりしたイライザは、ヒギンズをひどい目に遭わせる空想をして鬱憤を晴らします。毎日毎日無駄だと思われる稽古が続き、召使いたちまで疲れを感じ出します。イライザももう絶望しかかっています。ヒギンズはイギリス人にとって言葉は最も大きな財産だとして、英語の高貴さ、豊かさ、音楽性を熱く話して聞かせます。ヒギンズの話に心を動かされたイライザは、あれほど苦労した母音も、H の発音も正確に言えるようになり、本人もピッカリング大佐も、ヒギンズ教授も大喜びです。Thank you.
とピッカリングが寝室に引き上げた後、天にも昇る心地のイライザは、とても眠れないわ、夜明けまで踊れそうと歌います。そして太陽の輝く6月です。成功に気を良くしたヒギンズは舞踏会へ出す前のテストとして、王族、貴族、名士の集まるアスコット競馬場へイライザを連れて行きます。着飾った紳士淑女は気取って挨拶し合い、感情も外へは表しません。流行りの服装のイライザは、その美しさでヒギンズの母や友人たちの注目の的になります。特にアインスフォード・ヒル家の御曹司フレディは彼女から目を離せない様子です。イライザは初めの挨拶こそ無事に切り抜けますが、インフルエンザでくたばったおばや、アル中の父の話を始めて、周囲を驚かせ、ヒギンズとピッカリングも肝を冷やします。そしてレースが始まると、イライザは興奮して、あ、それ、それ、行け、行け、シルベッタ、引っ張ってくれ、このバカだれと思わず叫んでしまいます。当然あたりの淑女たちは呆れて顔を見合わせます。ところがヒギンズとピッカリングは大笑いをしています。イライザに一目惚れしたフレディはヒギンズ邸へイライザに会いに来ます。そして彼女を待ちながら、前から知っていたこの町も、君が住んでいると知ってからは特別な町になったと歌います。
いよいよ大使館の舞踏会の日、優しいピッカリング大佐はイライザが恥をかくのではと心配していますが、ヒギンズは全く平気でいます。上辺は、今日は新しい言葉を教えて階級と階級、魂と魂を隔てる溝を埋める努力が実ったかどうかがはっきりする日だと冷静を装っています。やがて支度の整った夢のように美しいイライザが階段の上に姿を現します。三人は舞踏会へ向かいます。舞踏会でもイライザは注目の的です。主賓のトランシルバニア国の女王も特別の言葉をかけ、
皇太子のダンスの相手にも選ばれます。ところが逆の中にゾルタン・カーパシーという言語学を悪用して人々の偽りの経歴を調べゆすりを働く男がイライザの周りをうろつきます。翌日の午前3時、召使いたちが待つところへ3人は帰ってきます。ヒギンズと大佐は上機嫌ですが、なぜかイライザは沈んでいます。ヒギンズと大佐はカーパシーがイライザの英語は完璧すぎる、偽物に違いない、彼女はハンガリーの女王だと断言したと話し、お互いの努力の成果を称え合いますが、そんな中でイライザは一人沈んでいます。イライザはとうとう自分を単に賭けの道具にしか見ていないとヒギンズに向かって怒りをぶつけます。賭けの方はうまくいったけど、この先私はどうしたらよいのでしょう。するとヒギンズは、適当な男を見つけて結婚したらよいのではと気軽に言って、ますますイライザを怒らせてしまいます。荷物をまとめたイライザがヒギンズ邸を飛び出してくると、玄関先にフレディがいます。イライザに愛の言葉をささやく彼にイライザは強く言います。言葉より歌より本当のあなたを行動で見せてくださいと。昇進のイライザは懐かしいコベントガーデンにやってきます。朝の5時、行商人や花売り娘が通ります。イライザの元の仲間や友達は彼女を見てそばへ寄ろうとしては人違いだと思って離れていってしまいます。ここはもうイライザの住む町ではなくなっています。そこへ突然花婿の清掃をした父親が居酒屋から現れます。大層な金持ちになった様子です。驚くイライザに、何もかもヒギンズのせいだとぼやきます。ヒギンズはイライザに住み込みで言葉の教育をしようとしたとき、目かけにする気だと勘違いして乗り込んできたドゥーリトルと話すうち、彼の人生哲学が面白くなって知り合いのアメリカの変わり者の道徳家に、このゴミ集めの妊婦こそユニークな道徳家だと手紙を書いたのでした。その道徳家は手紙を読んで感心するのですが、ドゥーリトルに遺産を残して死んでしまいます。ドゥーリトルは金持ちになったおかげで中流階級のつまらない道徳観に従って同棲していた女と結婚せざるを得なくなります。ドゥーリトルは俺の自由もこれでおしまいだと歌います。
イライザの家出を知ったヒギンズ邸は大騒ぎです。特に朝食の世話から一日のスケジュールまでイライザに頼っていたヒギンズは慌てています。ああ、女は理性がない、本当に訳のわからない怒り方をする、男同士ならうまくやっていけるのに、とわめいてイライザを探しに出ていきます。当のイライザはヒギンズの母の家を訪れています。夫人は話を聞いてイライザの気持ちを理解し、彼女の味方になります。困り果てて母の元を訪れたヒギンズは、そしらぬ顔でお茶を飲んでいるイライザに驚きます。イライザは夫人に、私が礼儀作法を覚えたのは、レディーとして扱ってくれたピックリング大佐がいてくれたからです、とヒギンズへ皮肉を込めて言います。いや、君だけを乱暴に扱うのではない、礼儀作法を覚えてもらうためなら公爵夫人になって同じ扱いをする、と言い返して、ふと、君がいなくなったら寂しいだろうな、と本音を漏らします。イライザは、私はフレディと結婚するつもりです、と告げます。そして、私は一人でもちゃんとやっていけます、と誇らしげに言うイライザを見て、ヒギンズは、見事な淑女が生まれた、と寂しさを隠しながら喜びます。イライザは冷たく彼を見て出ていきます。イライザの面影が忘れられないヒギンズは、薄暗い書斎で初めて屋敷へ来た時のイライザの声の録音を聞いています。すると不意に録音が止まり、いつの間にか優しいイライザ本人の声に変わります。ヒギンズは驚きながらも喜びを抑えて、照れながら帽子で顔を隠して言います。俺のスリッパはどこかな。それを聞いたイライザは、ヒギンズの本当の気持ちが理解できたのでした。イライザの目には涙が浮かんでいます。Thank you.
1番、巨人の第3楽章です。美しいメロディーですね。はい、どうもありがとうございましたね。アンコールということでね、1曲お届けいたしました。はい、今日どうでしょうか。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。はい、どうもありがとうございます。 ありがとうございます。先生にはお酒と、そして私お花、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。私ね、毎年このね、ガフの演奏会も楽しみにさせていただいておりましてね、一部二部とまた音楽劇もお届けしながらということでね、会場の皆様にもお寒い中お越しいただいて本当にありがとうございます。最後にまた先生、ぐっと会場の皆様とともに心温まることをしたいんですけども、よろしいですか。はい、わかりました。でもその前に私一つお伝えするのを忘れておりました。昨年ね、皆様に、基金の方にご協力いただきました、寄付金の方なんでございますけども、47,904円集まりました。皆様の温かいお心を、頂戴いたしまして、交通維持育成基金と足長育英会の方に寄付をさせていただいております。高いところからではございますが、お礼を申し上げます。どうもありがとうございます。はい、そしてまた今年もね、寄付をしてまいりたいと思いますので、またご帰りの際ご協力のほどもよろしくお願いいたします。そしてまた会場の皆様と共に温かくということで、プログラムの中に皆様歌詞カードを挟ませていただいております。はい、ご覧いただけましたでしょうか。はい、最後はですね、ではこの会場皆様と共にふるさとを歌ってね、お別れとさせていただきたいと思います。ご準備よろしいでしょうか。はい、じゃあメンバーの皆様もどうぞ、ご準備の方よろしくお願いします。さあね、声高らかに皆様の声、この会場いっぱいに響かせますように、どうぞよろしくお願いします。Thank you.
皆さんの美しい声がね、会場いっぱいに響き渡っております。どうぞまた高々なお声で2番3番とお願いいたします。ちょっと会場の方にお邪魔しましょう。会場の皆様にも、そしてお歌でリードしてくださったお客様にも、どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。皆様のねご協力のもと、とってもまたね楽しいコンサートになりましたことを心からお礼を申し上げます。これをもちまして、第29回フルートアンサンブルガフ定期演奏会を終了とさせていただきたいと思います。どなた様もお忘れ物なきようお気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。